夏までに痩せるにはどんな食事を取るべきでしょうか。まず一つ目はこちらの美人は綺麗な筋肉でできているの本の中に書いてある、朝食は卵、アボカド、プロテイン、昼と夜は白米茶碗一杯と肉魚緑黄色野菜をバランスよく摂る。これは体脂肪を落とすにはめちゃくちゃ効果的なメニューです。体脂肪をとにかく落としたいという人はこちらのメニューを行ってください。そして2つ目、朝食にライ麦 100% のパンとクリームチーズ、無塩バター、オリーブオイル、マジックソルト、アボカド、トマト、さらにはチョイスのケトプロテインという組み合わせです。昼と夜は白米と肉、魚、緑黄色野菜、これは変わらないんですが、白米の代わりにジャガイモやサツマイモを摂ることを推奨しています。一つ目のこちらのメニューの時は、実は詳しく言うと飲み物に関して、さらに朝食の糖質に関して少しシビアな内容になっています。ただ2つ目の内容に関しては緩やかな内容になっています。ブラックコーヒーじゃなくてカプチーノにしても構いませんし、甘みを加えるために白砂糖は避けた方がいいですが、砂糖きびは入れてもいいと、もちろん適量です。このように体脂肪をガツンと減らすメニューと健康を維持しながら綺麗になっていく食事プラン、この2つを用意しました。僕自身はこの1つ目のプランと2つ目のプラン、日によって組み合わせてます。そうじゃないと食事が飽きてしまったり、食事が楽しくなくなってしまうからです。それでも十分な効果があります。具体的にじゃあ何を買ったらいいのか、それは全部動画の説明欄のブログの方に書き込んでおきます。この食事メニューで夏までに素晴らしい体をゲットできます。トレーニングに関しては運動初心者の人はこちらの本に書いてるような1日1分間のメニューを継続してください。最近出したストレッチのポーズを取るだけのエクササイズもすごく有効です。もし体力レベルが高いのであれば10分間のトレーニング動画が人気です。僕は最近こちらのボディボスでトレーニングをしています。ボディボスについても動画の説明欄をご覧ください。以上です。